新型コロナウイルスの感染確認は、今日午後も各地で相次いでいます。千葉県では5人の感染が確認されています。このうち20代の女性は2週間以内の渡航歴はありません。また、50代の女性はフランスへの渡航歴があり、残る3人は感染した人との接触などが確認されています。兵庫県では6人の感染が確認されました。神戸市の20代の女性は、 すでに感染が判明している阪神タイガースの選手たちと会食していましたこのほか神奈川県で7人、北海道で4人、埼玉県と長野県で2人、岐阜県と高知県で1人の感染が確認されています東京都の68人を含め、今日1日これまでに98人の感染が確認されています